ください。お腹のコンディションはどんな感じ？今日は朝だけ食べて、昼は抜いて、これのために調子を整えてきました。ちょっとよかった。今日食べて意気込みを。頑張るぞ。いや、頑張る。フードファンタジー。前よりもだいぶピックが多いですね。何でした？ピックカツ。ピックカツ午前とごま豆乳うどん。たたき。あ、そう、なんかたたきを、なんかご用意さんが種類が。たたきにやばくない？たたきも。どうぞ、開けていきましょう。マリオシーゴー。一応、祓い町はですね、店頭販売もしてまして、コロッケとか、牛鍋マンの販売をしてたりとか、で、鮮肉の販売もしてます。量り売りも、ご希望があれば、その場でお持ち帰りいただいて、全国発送もしてますので、お持ち帰り、ちょっとめんどくさいな、でもお土産に買いたいなときはここで発送も承りますので、直送のうちの、お荷物から買っていただける方もこちらに来てもらえたらありがたいです。育ててます。ここです。今日育ててました。とりあえず前菜から来るみたいですけど。メニューな。あ、こうひつまぶし食べました。あ、本当ですか。友達と来た時に食べました。友達って男？うん、女の子。あ、OK。 これ一番人気ですね、今。これ美味しかった。美味しかった。美味しかった。あれよね、最初みんなでも結構ね、厚みとかも結構こだわってさ、女の人の食べやすいのを厚みにしとるみたいな。2倍もいいから特に人気商品。そうですね、看板商品。もうちょっと量が欲しい。それはあなたの、ね、私結構多かったよ。そうでしょ。全然足りひんな言って、うん、で食べた後に、はい、どこ行った？コロッケ食べて。コロッケ食べた、うん、で、おかげ横丁の中のキュウリ。キュウリやな。あれで、あれじゃないですか、すみっこ暮らしの、はい、あれ食べて。できそうですかね、メニューが。うん、全然メニューの一品目で。写真撮りたい。個人的にも。和風の叩きやって。すごいよね。でもタレもすごいこだわってね。ゆずっすかね。で、もう一個洋風の方が赤ワインとか使う。ですね。これはわさびつけて食べますか？お好みでわさびも、はい、つけてもらったり。いけます。いただきます。じゃあ、もう一回、もう一回。いただきます。大丈夫ですか？大丈夫。もう今年23になるんですよ。ちょっと食べて。いただきます。ももですね。もも？ももこれ？うん。で、ももでこの脂身やね。これ誰が作ってんのかな。うまい。うまい。食べるべき。あ、うまい。マジ後から来るうまさ、マジで。タレもいいですね。うん、食欲そそるよね。夏でもさっぱり。素敵。これは来た。取り合いだ。これは売れるわ。じゃあ、これから結構いいわ。もう20分経っとる。マジですか？あ、もうどんどん。オッケーやったら、オッケーやったらじゃんじゃん。洋風たたきです。これが赤ワインのやつって赤ワインのソルベージュで、かわいい。美的センス感じるんです。うん。これインスタ映えもしますね。映えますね。ね。のみなら絶対にインスタにしてる。もしてる。いや、私もしてるよ。全然違う。
美味しい。美味しい。林さんやべえぞこれ。シェフ呼んで。シェフ呼んで。シェフ呼んで。言いたくなるぐらい美味しいよ。美味しい。好み分かるの、どっちか食べたくない、うん、次うどんで、あれやね、いろいろさ、試食とかさ、こうやってきたり、こうずっと作り直しとかさ、みんなこういろいろ試行錯誤するんだけど、突然現れてきたり、うどんがまあ、またどうかしたら、治療が牧場ですね。あ、牧場？牧場で泣き出すの？大変。食べちゃダメ。食べちゃダメ。次は牧場の沖縄の子たちを、あ、そうだね。だいぶ成長してる。そうです。あ、本当すか。紹介できたらなって思うので、また自分らの育成から始めた子たちの紹介でも。そうね、そうね。またよかったら牧場のツアーも第2弾。できたらなって思うので、まずはよかったらお肉、うちらのお肉食べてください。美味しいお肉作ってます。よろしくお願いします。では、さよなら。待てんな。